こんにちは、プロトリフチャンネルです。クリスマスの頃にヒイラギ、西洋ヒイラギ使えますよね。こちらが西洋ヒイラギ、赤い実がなりつつあります。でこっち実はヒイラギ。じゃあどこが違うのということなんですが、ヒイラギは木製か、ホーリーはモチノキかということなんです。似てるんですが、よく見るとこちらの方は必ず葉っぱが対になってついています。そしてこちらのホーリーは互い違いに葉っぱがついているということで、この植物似てるんですが、実は縁もゆかりもない植物なんです。